こちらですけれども、キョウバーム、この商品今回は購入してみました。バームクーヘンになるんですけれども、抹茶と豆乳を使ったバームクーヘンになっています。これはですね、株式会社ビジューのお菓子になっていまして、京都のお食べとかですね、お食べの、八つ橋あると思うんですけれども、それを作っている会社のようです。原材料はこのようになっていて、卵、国産、砂糖、バター、ショートニング、小麦粉、クリーム、粉糖、砂糖、デキストリン、豆乳、油脂加工食品、そして抹茶、洋酒、水飴、植物油脂、食塩、煎茶、加工澱粉、トリハロース、乳化剤、膨張剤、香料、着色料というふうになっています。で、内容量は、カットしたバームクーヘン1個になっていて、製造者、株式会社ビジューというふうになっています。京都市のお菓子屋さんです。この京バームの値段ですけれども、確か1300円か400円程度だったと思います。では開けてみます。このような感じの説明書き入っていて、このキョウバームなんですけれども、抹茶と豆乳使っているということで、抹茶に関しては宇治抹茶、そして京都の豆乳使っているんですけれども、京都の地下水を使った口どけの良い国産 100% の小麦粉を合わせて、こう京都の軟水ですかね、それと合わせたような感じになっているので、豆乳を作るのに水を使っているのでどうなんですかね、ちょっと詳しく読んでなかったのであれですけれども、はい。で、あとこういうようなバームクーヘンになっているんですけれども、抹茶の生地のバームクーヘンと、一番最後にこのフォンダンって書いてますけど、糖の衣になっていて、ちょっとサクサクの食感になっているのかなというところです。はい。で、白いところが豆乳の生地のバームクーヘンになっているようです。こういう具合です。はい。お食べ会、宇治抹茶、キョウバーム、はい。で、カット用のこういったものも入ってます。で、開くとこういうふうに綺麗なバームクーヘンが入っています。緑と白、緑ということで、抹茶、豆乳、抹茶っていう感じでこう作られています。で、一番端のこの部分が糖の衣になっているので、ちょっと硬めの食感になっているのかなと思います。見た目もすごく良くて美味しそうです。はい。それではフィルム撮ってみるとこのような感じです。はい。こういうような見た目になっています。美味しそうです。次に皿の上に開けてみました。横から見てみるとこのような具合です。あ、ここのフォンダンの部分もうちょっとパリッとしてるのかなと思ったんですけれども、触ってみると それほど硬くなくて柔らかいなっていう、感じですね。このフォンダンの部分には抹茶と砂糖を合わせているので、甘い感じがこう強調されていると思います。そしたら少しだけ食べてみようかなと思います。切った感じはすごく柔らかくてふわっとしていて、とても美味しそうです。断面はこのような感じになっています。はい。では食べてみます。香りですけれども、洋酒を使ったようなこのいい香りが広がってますし、通常のバームクーヘンの香りが強いかなっていう印象です。
うん、しっとり滑らかですごく美味しいです。最初の方は抹茶の香りそれほど強く来ないなと思ったんですけれども、食べ終わってる頃には結構この抹茶の苦味っていうと風味だんだん出てきて美味しいです。うん、通常のバームクーヘンとはまた違った感じのほろ苦さが口の中に後味残ってですね、これも美味しいなと思います。あとこのフォンダンの部分、この辺りも食べてみようかなと思います。うん、うん、このフォンダンの部分、あのさっきこう触った時に少し柔らかいなっていう感じだったんですけども、食べてみると少しチャリチャリっていう感じが残っていて、この食感があるところもいいなという具合ですね。でここの部分はやっぱり砂糖多めに使われているので、この砂糖の甘みが際立っているなという、うん、味になってます。うん、うん、うん、はい、やっぱりすごくふわっと柔らかくしっとりしていてとても美味しいバームクーヘンでした。で抹茶の香りがすごく強いかなっていうと、それほどあの強烈に強いっていう感じでもなくて、うん、ふわっと香、あの苦味とかが後で残ってくるかなっていう感じの印象です。で洋酒の香りが結構あるので、バームクーヘンの通常の洋酒と卵の風味とかそういう感じの味がメインかなという具合です。はい、今回この京バーム食べてみましたけれども、すごく美味しかったので、伊丹空港行った時にちょっとお土産買いたいなとかいう時にこれどうでしょうか。美味しかったのでいいと思います。はい。